はい、始まりました活弁シネマクラブ、本日の MC を務めますライターの成田優俊です。今回は、現在池袋のシネマロサにて公開中の野本梢監督作透明花火より、プロデューサーで、脚本家であります三浦健太郎さんと、主演の高橋祐介さん、そして東野瑞希さんを、お招きしてお送りいたします。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この作品は、野本梢さん、今回いらっしゃる今日はいらっしゃらないんですけれども、はい、初めての長編作品ということで、はい、これまでにかなりの数の短編作品を監督されている方ですよね。はい、で、野本さんに三浦さんの方から声をおかけして作品を制作されたということですけれども、はい、まずその最初に企画の流れというかからお伺いしたいんですけれども、ね、はい、一番最初はちょっと普段脚本書くことをしているんですけれども、はい、ちょっとなかなか商業だとオリジナル脚本ができないことだったりとか、はい、まあもちろんお仕事なんでしょうがないんですけど、ある程度こう注文を受けてこうそれに返していくっていう形の作業がすごく多いんですけれども、はい、ちょっと一回いろいろなものが溜まってたものを全部自分で一回出したいなって思って、はい、ちょっと自主映画を一本ちゃんとやってみたいなっていうふうに思った時に、うん、と野本さんの私は渦の底からっていう作品を見て、はい、ちょっと一回こっちが脚本を書くんで、はい、ちょっと監督をお願いできないかっていうことで声をかけたっていう形ですね。うん、映画祭か何かで見られて、テアトル新宿の田辺弁慶特集みたいな形でやってて、まあ、作品ももちろんそうなんですけれども、はい、その時の舞台挨拶でちょっとこうマイノリティの人を描いていきたいみたいなことを言っていたのがちょっと心に残ってて、一応僕もどっちかっていうとそういうみんなとは一緒では溶け込めない人たちの話を書くことが多いので、はい、じゃあ野本さんだったらちょっとまあ、多少通じる部分があるんじゃないのかなと思って野本さんに声をかけたっていう形ですね。うん、なんか今回僕作品を見させていただいて、 ありがとうございます。はい、感じたのが野本さんのこれまでの作品も、すごいたくさん撮られてるので、はい、撮ってますね、全部はちょっと終えてないんですけれども、まあ、近作、うん、アルムだったり、はいはい、次は何に生まれましょうかだったり、はいを見て、で今回透明花火を見て、はい、一つ感じたのがそのなんだろうな、通じるものとして今回の作品と、うん、ある種の生きづらさというか、はいはいはい、まあ、多分旗からしたら旗から見ていたら大したことがないように見えるかもしれないけれども、うんうん、当事者たちにとっては苦しいことだったり、でそれをやっぱり主人公たちにすごく寄り添っていくことによって見えてくるものを描いてるっていう点ではすごく近いなというか、共通するところだな、その人たちの姿勢みたいなものが今回の作品ですごく感じたところで、誰もが、その見過ごしている、取りこぼしてしまっているある種の普通だと思うんですよ、普通をすごく真摯に丁寧に眼差しで描いているというのが野本さんの特徴かなと思っていて、で、今回は群像劇ですよね。そうですね、はい、で、そこで、いろんなパートのというかもう本当にみんなが主人、一応というかその高橋さんが主人公軸として一本軸としてありますけれども、みんなが出てくる人々主人公という感じで、多分見ているお客さんたちは多分それぞれ多分自分自身を見つけられるような群像劇になってると思うんですけれども、ちょっと2人それぞれの役どころをちょっと説明していただければなと思うんですけど、はい、私は、ナンパ塾を経営というかナンパ師というかナンパ塾をやりながら、はい、家では祖母の介護をしているという役、うんうん、純という純はい、はい、私は漫画家を目指す楓、漫画家を目指しながらアルバイトをしている楓の高校時代の同級生 で普段はホテルで働いててっていうバリバリのキャリアウーマンの役でした。うんうんうん、そのだから楓さんとちょっと立場的に差がちょっとあっちゃう、そうですね、ちょっと引け目を楓が感じちゃうっていう、うんうんうん、っていう役、そうですね、
といったふうに、まあ群像劇としていくつも軸があって、まあ、それ以外だと、女性経験がないっていうことに引け目を感じている男の子だったり、うん、まああとは血のつながっていない息子との関係に悩んでいるお母さんだったりっていう人々が出てくる話ですよね。で、まあ、今回最初その野本さんの作品とかをいくつか見た上で、まあ、一番最初にその高橋さん演じる純が、まあ、あの街中でブスブスっていうところから始まるので結構うっと思って面食らってびっくりしてしまって、でまあそれで、まあ、脚本は今回三浦さんが入ってるっていうことなんですけれども、まあ、今回のテーマというかそれを思いついたきっかけみたいなところからお伺いしたいんですけど、まあ一応なんかどうしてもこう脚本書いてる関係上こういう話を作りたいなっていうのは常日頃からいっぱいあるんですけれども、はい、ちょっとこうおのおのの一本の話、まあ、やろうと思えば全然できるんですけど、うん、ちょっと一本の話で2時間はちょっと持たないかなってこうふわーって思ってた時に、うんうんうん、ちょっと花火っていうのが1個あればこう群像劇という形で一本の作品になるんじゃないのかなっていうふうに思ったのが一番のきっかけですね。うん、花火っていうのはどっからそのモチーフ見る？いやー分かんないですね、本当に分かんないです思いついたってことなんで、あなんかあれよく言う降りてきたじゃないですけど、本当に本当にもうあって感じだったんで、そうだからその一番最初に思い浮かんだのは別々の場所で花火を見ている人たちの話かなっていうふうに思いましたね。どこにいても見上げるものは、そうそうそう、ただそのメイン その花火会場じゃなくてちょっと離れたところから各々思い思いの気持ちで見ている人たちの話にしようかなっていうのがそっからですか。いやこの構成本当に素晴らしいなと感動したんですけれども、そうなんですね。まあ、今回そのなんだろうその、まあ、それぞれのパートがあって、はい、まあ、最初だから本当どう物語が転がっていくのかが分からなくて、最初純のパートからスタートしていって、うん、でそしたらまあでもそれがだんだんとこう点と点がこうつながっていって。ある種こう円環、はいはい、つながってて円環を描いてるなと思ったんですけれども、まあ今回その三浦さんからお声掛けしたっていうこと で、はい、でもまあ野本さんは初長編作じゃないですか。そうですね、はい、だからでもこれまではご自身で脚本書かれてきて、はいはい、まあある種なんだろう最初の長編作を三浦さんにお願いというか、はいはいはい、委ねたっていうのはなんか不思議だなと思ったりもして、うん、なるほど。最初は一度、まあ、やるって話になったんですけど、はい、脚本を読んだ段階でちょっと私には難しいんじゃないかっていう話は一回来たんですね。そうなんですね。でそれも別に何だろうその人の脚本だからどうこうとかじゃなくて、はい、やっぱ野本さんの中にその童貞だとか、うんうん、ナンパ塾だっていう人に対する気持ちにちょっとこう、うんうん、結びつかないじゃないですか。やっぱ、はい、多分自分のところにないところだったんで、うん、ちょっとだったら他の人がやった方がいいんじゃないかなっていう風な話は最初もらったんですけど、うんうん、ちょっとまあ、うん、せっかくなんでやってみたらって形でこう押し出して、そうなんですね。そうです、そうです、確かにまずその童貞だった、うん、まあ、しかもそれがネガティブなすごくイメージで使われてた、うんうん、ナンパ塾、うんうん、で純もやっぱりその女性っていうものをちょっとある種ものとして見ているような感じっていうのは僕も確かにうっと思ったりして、うんうんうん、そうですね、今あちこちで見る役者さんが勢ぞろいしていて、はいはい、キャスティングがすごい魅力的だなって思ったんですけど、はい、これどういう流れで、まあ、お二人もそうですけど、はい、どういう流れで決まっていったんですか。一番最初に野本さんに声をかけた時に、はい、ちょっと今回はもう僕が脚本で入るってことでもういつもとは違う形でやるっていうことになると思うんで、うんうん、スタッフとかキャストをちょっと俗に言う野本組じゃない人にお願いしたいっていうことは最初で僕の方からお願いしたんですね。だから良くも悪くも全然違う人とやることでちょっと今までと違う形の作品になるだろうっていうことで、それは最初にちょっとお願いしましたね。でその後にちょっと各々この人がいいんじゃないみたいなことを話し合いながらちょっとすり合わせていったっていうような形ですね。はい、じゃあはい、オファー全部オファーです。あ、そうなんですね。お二人もそうなんです、ね、そうですね。で
高橋さんだけ野本さんの知り合いというか前にね一本やってたんで、そう順は高橋さんがいいってことで形になりましたけど、他の人は大体なんだろう、まあこっちからちょっと本当初対面のとこからメールしてとこから始めてましたね。あ、もう作品を見て、これまでの出演作品を見て、清水直哉さんなんかは、あ、この清水さんに関しては僕がちょっと前の作品でちょっと一本、死んだ目を、そうですそうです、でお願いしてって形ですね。でも野本さんも清水さんは現場ではちょっと一緒になったことがあったらしいんですけど、あ、そうなんだ。まだも実際にやるのは初めてってことで、そういう形でしたね。お二人はどうでした、あの野本組参加して僕はもう3作目とかなんで、野本、あ、そっかそっか、あれ、これまでは、短編を2本ぐらい一緒にやってての3回目だったんで、はい、なんかでもクルーはいつもの野本組とはちょっと違う、全然違うってことですね、今の撮影照明、でもやっぱり野本監督なんでそんなに変わらない、あ、なるほど、そんな感じで、スッと入っていける感じでした。やっぱそういう空気を野本さんが作ってくれるっていう感じ、作りますね、あの方は、スッと、そうですね、僕も何回かしかお会いしたことないんですけど、穏やかな方ですけど、柔らかい方です、いかがでした？私は、あの野本さんも三浦さんも初めましてだったんですよ、今回の作品で、はい、で、オファーが来たのは2年前、3年前になるんですかね、そうですね、2年半ぐらい前ですか、この作品を撮影されたのが、そうですね、2年半、そうですね、そうですね、ですよね、なんかそのオーディションとかに来てくださいっていうオファーはあっても、その作品にそのまま決まるオファーっていうのが全然ない時期だったので、正直詐欺かな、詐欺、詐欺全く知らない人ですもんね、そっかそっかそっか、そんな感じだ、最初でもすごい嬉しかったですね。え、SNS か何か、あ、もう事務所に連絡したんですけども、そう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 、一応なんかなん YouTube とかでこう本当にいろんな作品 CM だったり作品をあさってる時に見つけた、だったと思います、ね、うん、東野さんに関しては、もうそれって脚本が書き上がってから、上がってますね、書き上がってます、はい、脚本は、まあ、もちろんその決まった後も練り直しは続きましたけども、大きい話、枠組みはもう全然決まってる状態だったと思います。ちなみに何か、あの例えば、まあ、特定の俳優さんに当て書きというか想定しながら書いたみたいなところはないんですか？ああ、そこまではなかったですね。みひろさんだけちょっと想定はしてましたけど、他はそんなに自由自由に書いたって形ですね、もっと言うと元々あった話をつなげていったので、もう完全に、ああ、そっかそっか、いくつものパートを、そうですね、そうですね、撮影日数、まあ、これって本当にまあその出演者の方が多いですけど、はいはい、撮影日数でいうとどれぐらい、9日か10日だったり、9日だったかな、ちょっとそれぐらいです、そっかそっか、もうエピソードごとに撮ってましたね、やっぱそうですね、そうなります、はい、なのでだからあんだけ出演者がいても会ったことない人、そうですね、そうですね、この2人なんかはもう、あ、違います、あの、まあ、でも宣伝で、あ、宣伝で始めましたので撮影現場ではもう全然、そうです、一回もお会いしてないです、ああ、そっかそっか、東野さん特にそうですよね、安藤さんとしか会ってないから、そうです、全然他のキャストさんとは関わってないですね、そっかそっかそっか、それもまた面白い、まあその商業映画とかだったらね、そうやらざるを得なかったりもしますけど、まあこれは実習映画、そうですね、形としてはそうなんですけども、やっぱりもう一応ある程度けじめとして全然知らない人を呼んだりとかを呼ぶってこともあって、まあ、できるだけそういうのはちゃんとやろうとは思ってて、あとどうしてもやっぱ予算ないんで、ある程度まとめ撮りというか、そのエピソードごとでできるだけ移動なく、はい、移動なくやっていったって形でしたね、まあ、確かにでも映画の中でやっぱり、まあ、すれ違ったりはしてはいるけど、はい、直接的にこうなんだろう、アクションが起きていない人たち同士の話じゃないですか、はい、まあ、だからそれぞれの中では、まあ、例えば純
をまとめて撮影しても、うん、まあ、それはそこだけでやっぱり物語は完結はしてるわけですもんね、一人の人物として彼らに対して、そっかそっか、そうなんですね。もうそれは書くときからちょっと意識してましたね、うん、ある程度やっぱりどうしてもちゃんと撮りやすいように書いて、え、脚本は野本さんは結構意見は言ってこられました？先ほどおっしゃっていた、はい、一応そうですし、もっと言うとその女性の話、漫画家の話は最初全然違う話だったんですよ。あ、そうなんですか。そうです。あれに関しては、うん、貧困に困ってパパ活を始める女の子の話だったんですけど、うんうん、ちょっと野本さんがそこにはもう全然響かなかったみたいで、じゃあちょっと夢を追うみたいな感じの話にしてみましょうってことで今の状況になったっていう形ですね。映画本編に一瞬こうティッシュでこうなんか、あ、そうですね、まあ、パパ活ではないかと思いますけど、うん、一瞬出てきたりしますけど、そうですね、基本的にそういうこのなんだろう、自主映画とかって監督が脚本も書くことが多いと思うんですけれども、はいはい、まあ大概そうだと思うんです、はいはい、まあ、その今回ある種の分業制というかのなんか、まあ、三浦さんは脚本家として活動されてるわけですけど、はい、その分業することによるなんか利点とかって何かあったりしますか？いい意味で人のせいにできることじゃないですか、はい、ちょっと引けるんですよ、やっぱり客観、野本さんがどう思ってるか分かんないですけど、うん、僕はちょっとこうちょっと引いて見れることができるんで、うん、ちょっとこう外から指摘できるっていうのは多分利点になるんじゃないのかなとは思います。うん、高橋さんは、まあ、今まで野本さんの作品に出られてて、はい、で今回透明花火だったわけですけれども、まあちょっと野本さんの隣に三浦さんがいるっていう感じじゃないですか、うん、なんかその感じとかどうでした？不思議な感じです。でも脚本読んだ、脚本は三浦さんっぽいですけど、やっぱ作品を見ると野本さんっぽい、うん、あ、って思いました。脚本もらった時はやっぱり全然違います？違ったと思います、やっぱり。で純自身もやっぱ僕は他人として一回読むじゃないですか、うんうんうん、全然違いましたねやってみたら。反対にそのなんだろう、分業することによっての弱点みたいな。弱点、うん、そうですね、あんまそんな大きくはなかったとは思いたいですけども弱点、分業、まあ、弱点っていうと言い方があれなんですけど、現場には結構行かれ、あ、現場は一応行きました。ただ、うん、脚本書いてる人がそばにいるとやりづらいなって思ったので、まあ、そうですね、ちょっと意図的に、はい、まあ、あの他の作業で忙しくてなかなか入れなかったってこともあるんですけど、はいはい、気持ちちょっと離れるようには心がけてましたね。じゃあそんなに何だろう、干渉というか意見を、現場ではそれはやらないようにしてました、うん、意識も完全にそこはダメだろうなって思って、やり方として、うん、まあ、だからなんかその意思の共有みたいなのがやっぱり難しそうだなとは、うんうん、まあ、勝手に感じていて。そうです、あ、そうですね、その共有、まあ、これ別にどこにでもあることなんですけど、うん、弱点じゃないですけど、うん、やっぱりこう解釈がちょっと違うところとかは多少出てきて、それはちょっと、それってもう自分たちではこういうもんだって思い込んでるんで、うん、確認もしない部分での、確認しないようなところの部分でのちょっとズレっていうのはやっぱりありましたけど、ただまあ人とやってる以上はね、多少、うんうん、それは出てくることだと思うので。スタッフさんとかは何人ぐらいの体制でやったんですか？すごい少ないですよ。監督、撮影、照明、録音で僕とメイクさんぐらいで6人。あ、本当に最初、最初、ま、でもそっか、でもパートごとに撮ってったら出演者の方もそんなに。そうですね、まあ、ただそっか、まあ、学校のシーンとかになると。でも全然人に、あれもう撮り方でエキストラが1人、本当に全然いないですよ。そっかそっか、ちょっと手繋いでる子がいて、あれもメイクさんとか、あ、そっかそっか、そうそうそう、あれ道田さん、ちょっとあのナンパされる女の子をちょっと朝ちょっと早く来てっつって制服着せてやったりとか。気づかなかった、そうなんだ。だからちょっとな、無理やりなめにして人がいっぱいいるように見せたりしてるんで、だからそのメインの女の子2人と4人なプラス2人ぐらいですよ。ナンパ塾とかは、ナンパ塾はちょっといましたね、うん、でもそれでも僕と制作にちょっと手伝いに来た人が座ってたぐらいで、うんうんうん、
そうですね、まあまあそのメインのスタッフと一人二人たまにこう手伝いに来てくれた人たちを座ってもらったぐらいです。みんなでもお芝居をされてましたね。じゅんの言うことにとんでもない発言に対してふん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 やってくれて、あと結構三浦さん映ってますよね。映ってますね。探せば分かります。しょうがないです。4、5回出てると思う。東野さんが出られてたあの場面のあの飲食店バーみたいな感じですかね、はい、あそことかは貸し切って、そうです、はい、お店がちょっと野本さんの知り合いの方だったん で、 そうなんです、ね、ちょっと交渉して開店前にちょっと何時間か撮影させてもらったって形ですね。あ、開店前に、開店前です、はい、まあ、なんか夕方とかもう 昼、 あ、昼午前中、午前中だったの、うん、あ、そうでしたっけ。そうそう、昼間、昼頃です。あ、そうなんですね。うん、お昼頃に夜のテンション作るのも難しくないですね。あれでも夜地下だったんで、はいはい、あの日の日は問題なかったんですよね。そっか、そっか、記憶に。あ、まさか記憶にございます。ただなんかすごい雰囲気があるカフェだなっていう感じのは覚えてますけど。個人的に感じた、まあ、特徴として、はい、まあ、すごくキャラクターが極端化しているなっていうのは一つ思っていて、まあその順は順で、うん、うん、まあその、まあ、女性に対するはあの考え方だったりとか、うん、まあ、逆におばあちゃんとのやり取りではそこでまた別のキャラクター性が出てきて、それもそれである種極端といえば極端だし、まあでもそれが、まあ、最初はちょっとなんだろう、ある種の違和感というか、すごく極端な人たちだなっていうのが、まず一周目を見た時に、その最初じゅんぐりこう見せていくじゃないですか、順番に。を一旦見た時になんかすごく極端だなって思ったけど、まあ、それが徐々に進むごとに、まあ、彼らの内情というかが知れていくっていう感じなんですけど、ああいうのっていうのはやっぱり意図的にあえてすごく極端なキャラクターを作ったっていう感じなんですかね。そうですね、冒頭は特にちょっと分かりや見てる人にどういう人なんだっていうのがちょっと分かりやすくて、最初って説明もあるんで、説明って感じで、ね、うん、ちょっと意図的にやっぱりそこは分かりやすくこういう人なんだよってのをこう自己紹介の部分なんで、多少ちょっと強くはあったのかなとも思いますけど、でも導入部としてすごくあの 見やすいって言ったらあれですけど、入ってきやすくて、あ、そうですね、うん、まあ、あとあれですよね、あの衣装がみんな変わらないのに制服みたいなの、のび太とかサトシみたいな、そうですね、もう本当にその通りで、ちょっと人がいっぱいいてどんどん切り替わるので、ちょっと今回に関しては制服というかもうキャラクター衣装としてやっていこうという形で、はい、うん、あの漫画家の子だけちょっとおしゃれするっていう設定なんで、ちょっと服装変わっていきますけど、それ以外は基本的にはその意味がなければ同じ衣装にしてくれって形で打ち合わせしてましたね、うん、土山茜さんがちょっとジーパンからこう引き返す、そうです、そうです、そうです、っていうのがあるな、あ、着替えてるな、確か付き合ってから変えたのかな、なんかそう思ったりとか、ね、あ、なるほど、そうそうそう、個人的にはなんかあの漫画家の楓さんが、はい、あのドレスアップしてはいるんだけど、はい、ね、うん、アウターがあれバブアーかな、なんかこうあの、うん、固めのかっこいい上のやつっていう、あそこにグッときたんですけど、すごい好きなの、ね、で、まあ、今回お二人にもちょっと徐々にお話をあの聞いていきたいんですけれども、まあ、今回その作品の、まあ、キャラクター同士の関係性の中に、まあ、ある種のこう社会問題というか、まあ、いろいろあると思うんですけどが、まあ、見えてくるなと思っていて、まあ、それひとえに、まあ、理想と現実の自分のなんだろう悩みというか、うん、そこに葛藤してしまうみたいなところを感じたんですけれども、なんか、まあ、お二人はそれぞれのキャラクターに対してどういう印象を最初に持ちましたか。ジュンが脚本読んだ時はあんま好きじゃなかったかもしれないですね、やっぱり、うんうんうん、分かりやすくて二面性があるっていうんですね、好きに、ちょっと考えていいですか。先いいですよ、うん、まあ、どちらかというとその楓と私、うん、その陽子役なんですけど、
まあ、どちらかというと楓の方に近いと思うんですよね、うん、感覚というか、まあ、東野さんの感覚が、ね、そう、東野の感覚が、だからそのまあその陽子を見た時にすごいその自分が憧れる女性像に近いなっていうのを感じました。だから結構最初から好きでした。あ、僕もでもその感覚すげーありました。あの楓の感覚が、うんうん、を持っていて、うん、で憧れるのは陽子っていうのはそうですね。なんかやっぱりなんかしっかり社会人として働いてる人っていうのに憧れるじゃないですけど、やっぱすごいなっていう尊敬があって、うんうんうん、で私はそうではないのでまあ芝居やってますからね。うん、だから最初はそんな印象でした。高橋さん、もっと伸ばせるんだ。もっと伸ばせる。質問もう一回。そのキャラクターへの印象なんですけど、うん、まあ、個人的に面白かったのが高橋さん、あのなんだっけ、お嬢ちゃんで、 はい、お嬢ちゃんではナンパしてますよね。す最後ので、はい、最後の方ですよね。ラストシーンのところ、あの萩原みのりさんにナンパして、はい、チャラい男をやっていて、で転がるビー玉では萩原みのりさんに童貞って言われてるコンビニ店員をやってるじゃないですか。めっちゃ面白くて、その流れが個人的に。でもその原点かもしれないですね、これの方が 2,3 年前。あ、まあまあそうですね。そうですよね。からこう、うん、あ、2つに分かれていた、はい、ちょっとなのかな。でも順位いいやつですよね、めちゃくちゃいいやつだと思います。だからその一応純をナンパしっていうことにしてるんですけど、気持ちとしては純も童貞だと思ってて、一応どれだけたくさんの女性と女性の肌に触れてもやっぱ女性の気持ちに全く触れてない男だったんですよ。それをおばあちゃんの気持ちに触れたことによってちょっとこう変わっていくっていう形だと思うので、思い出しました。でそのこの脚本で一番迷ったことを思い出しました。あの、はい、ゆきちゃんって呼ぶんです、はいはい、おばあちゃんって、え、はいはいはい、大丈夫ですか？大丈夫です。そう、おばあちゃんって呼んでたのがゆきちゃんって呼び出すっていうのがあった時に、うんうん、なぜその名前呼び方が変わったかっていうとこを、うん、シーンとして切り取ってない。気がついたらっていう感じです。あのこの、うん、そうです、映画の中では、うんうん、いつのこのシーンがあっていろんな人の物語があって、次のシーンではゆきちゃんって呼んでるみたいな時に、うんうんうん、で分かりやすく多分そこを描いてないような気がしてて、まあ純の心の流れはある程度あったんですけど、でそこのポンと飛躍するのをやっぱり そうが難しいじゃないですけど、だってそれでやっぱり客はついてこれなくなってしまったらやっぱり面白くないなと思って。って時にやっぱそのシーンがないんで、うん、僕でもって体現することでお客さんをうなずかせる、見てる人をうなずかせるしかないと思ったんで、そう、やりがいの話ですね。ああ、全然純のそうです、うん、そういうことです。そこがやっぱり純として生きてってみて、うんうん、ああと思いました。でもなんですか、あのすごく説得力というか、うん、あのスッと入っていけましたよ、やっぱり作品見ていて、うん、そこの変化というか、まあ、その本当に多分ビビたる変化というか、うん、まあ、あのナンパ塾だったりいろんなところでの人との関わり合いだったり、まあ、あと他方そのゆきちゃん、おばあちゃんとの家でのやり取りだったりの機敏だったり、まあそのね、最初はやっぱりおばあちゃんが出てきて、まあ、ある種ちょっと介護が必要というか、少しあれですよね、まあ、あのそういう状態じゃないですか。だから彼がどういう風な人間なんだろうって最初結構ビクビクして見てて、何か怖いことをするんじゃないかとか思ってたんですけれども、そうではなくて、多分まあもしかするとそのまあ、苛立ちだったりとか、その現状に対するとか感じてはいるんだろうなと思いながらも、そこに寄り添っていくことで変わっていくっていうのは、それはそれこそそのゆきちゃん自身のまあ行動だったりとかに対するその素直な反応だったりに表れてるんだと思うんですけど、うん、
こはすごくスッと入っていって最後まで見れました。あの見て、いやいいなって単純に、うん、いいなって思いましたけど、脚本読んだ時乗っかってるだけえリハとかってリハなかったです。ない衣装合わせと簡単なリハを1回でやってるので、まあ、ほぼないに等しいの形に近いんですけども、うん、各々ちょっと相手役と必ず簡単なワンシーン 2,3 シーンはちょっとやったかとは、うん、もうそれ撮影前に撮影前にも1回やって顔合わせがてら衣装を確認して 2,3 シーンちょっとやってみるっていうのは結構大変ですね。グループごとにやるって何日間かかかっちゃう。いや本当そうなんですよ。だからそのやっぱ人数が多いとスケジュールも本当に結構大変で、うん、そう、うん、あれは大変でしたね。だからそのネアさんのスケジュールが取れなくて、あネアさん女子高生の2人の話だけ、はいはい、ちょっと10日ぐらい空いてるんですよ。一応メインの撮影終わった後10日ぐらいしてからちょっと2人の撮影って感じになってたぐらい、うん、ちょっともう本当に結構スケジュールは本当に大変でしたね。手島さんと根屋さんの方と、はいはい、あと三浦さんと、はい、あと息子役の、はい、方のあのパートはまあすれ違うというか重なっていますけど、そこはやっぱり別々に撮影。そうです。もう三浦さんの日は1日家でがっつり撮影して、はいはい、その日に根屋さんちょっと1時間ぐらいちょっと来てその家の前でのシーンとゴミ袋あさるシーンだけを撮影して、あとはちょっと10日ぐらい空いて、うん、学校のシーンとちょっと2人の花火デートのシーンとかを撮影したって形ですね。顔合わせも本当に全体ではなく全体ではなかったですね。なかったですね。なかったです。珍しい。そうちょっともういっぱいいっぱいだったスタッフ準備が本当に最初そういうこういう携帯で撮るっていうのを聞いた時ってどうでした。でも元々群像劇が初めてですよね多分。群像自体初めてですよね。面白かった。あ群像劇ってこういう感じでやるんですかね。なるほど。でも他の群像劇はもっと登場人物が交わる形のあれなんですけど、まあすね、今回はちょっと意図的に交わらない話にしたので、はいはい、ちょっとまあより特殊かもしれないですけど、うん、そうだから群像劇ってあこういうものなんだこういう撮り方するんだっていう感じ初めてだったんです私もそうでしたね。確かに三浦さんのおっしゃるようにすごく特殊ではあるかもしれないですね。なんかこう なんですかね、こう結構集まるじゃないですかやっぱりどうしても、はいはい、それがなんかちょっと今回は嫌だなって思っちゃって、うん交わらない最後まで別々の話で花火でだけちょっとこう繋がってるみたいな感じにしたいなっていうのが、確かに、ね、つながらないからこそ最後の花火で結びつくっていうのは、うんはい、まあそうですよね、うん、これまでに群像劇は書かれたことは。群像劇は群像劇という言い方がどうか分かんないんですけれども、うん、ちょっとこういう感じで人物がなんだろう一つの話なんですけども、うん、こう各々の登場人物の見せ場みたいなのが出るような脚本が多かったので、うん、ちょっともう書き癖みたいになってるのかもしれないし、あ、うん、だからこうがっつりこの人が主人公って話じゃなくて、はい、そのチームの教室の中の何人かとか、はい、何かものを作ってる人たちの何人かの話っていうことがちょっと多かったですね、うん、だから気持ち群像的っぽいものをずっとやってることが多いような気がしますね、うんうん、何かやっぱり惹かれる。いやわかんない。多分こう書いてるうちに一人一人をもうちょっとこう描きたくなっちゃうんだと思うんですよ。そうどうしてもこう俗に言う主人公がいて周りにいるとかだと他の人の気持ちをちょっと拾えないまま進むことが多くて、ちょっとどうしてもこうポイントポイントでそっちの気持ちも拾ってあげたいなっていう風になっちゃうんで、多分それが一番の原因かなと思います。それは普段他の作品を見ていたりしても感じてることがあったりするんですか。この時この人は何を考えているのか。多分役者さんとかもあったりします。まあ役者さんの場合って特に、まあ、主役じゃないポジションで出る時ってそうだったりするわけじゃないですか。自分の演じる役にすごくフォーカスしてるわけではないシーンだったりとかっていうのあると思うんですけど、日常生活って全員自分が主人公じゃないですか、うん、今ここにいる人たち、うん、この人が主役でこの人が脇役だなんてことはないと思うんで、なんかどうしてもその俗に言うキャラクター的な感じじゃなくて、うん、ちゃんとできるだけ人の気持ちは描いていきたいなっていうふうに思うので、うん、それが、うん、
っぱそういう考えだとちょっとこう各々で場面場面で他の人の気持ちを押していくっていう形になるのかなとは思いますね。うんうん、そういう意味で群像劇、はい、だけどで皆さんそれぞれパートごとに撮影をしていって、はい、実際に役者さん同士も会ってはいなかったりもするっていう中ですけど、うんうん、とはいえやっぱり世界観を共有しないといけないじゃないですか、はいはい、これは難しいじゃないかって思って、まあ、ひとえにそれは、まあ、演者さんたちのそのなまあというか野本さんの演出力だったり導き方とあとは役者さんがそれにどう答えていくかのやり取りだと思うんですけど、そういう話とかって結構ありました？なんだろうその世界観なんかった気がするの私は。でも脚本読んで現実のリアルにどれぐらい近い、うんのかなとは、例えばナンパ塾をやってたとして、まあ、変な話同じマグノリアとかホールであるトム・クルーズのやってるやつなんてああいうちょっと大きめのホールでやってたりするじゃないですか。でもジュンがどれぐらいの規模でやってるのかとかのリアリティとか、あとお金をいくらもらってるからジュンはどういう生活をしてて、でおばあちゃんがいてっていう時にどれぐらいその現実味があるというか、リアリティ、うんうんうん、現実のリアルにどれぐらい近いものなのかなみたいなのは、うん、すごく考えました。どんな感じで他のパートのそれもあるじゃないですか、うんうんうん、っていう時に結構ありそうなことじゃないですか、うんうん、あでも女子高生がゴミをさっき言ったされるとかっていうのはまあちょっとやっぱりコメディっぽくしてるかなと思うんですけど、うんうんうん、で特に純のパートがやっぱそこまあ、実際にナンパ塾とかやっぱりいっぱいありますけど、うち、ん、のパートだけちょっとこうあれな気はしたんですよ、うん、僕最初に読んだ時に、うん、ちょっと浮いているというか、あと純のあと考え方とかもどちらかというとなんかちょっとコミック的でもあるよ、ね、うな、ん、最初なんかやっぱおばあちゃんにひょんなことで惚れられてとか、うん、な感じ結構強かったような気がしてて、そこをどうね他の人とかのバランス、バランスだすごいね。そうですね。東野さんいかがですか？バランスは考えてないです。結構自分のね話がもう東野さん2日かな3日かな2日ぐらいだった気がします。でもうがっつりその安藤さんとの漫画との話だけだったので、うんうんうん、高橋さんなんかはね他のキャラクターとも交わるからあれだったろうけど、うんうん、東野さんはもう完全に自分の話だけっていう形でした、うん、そうです、うん、でもあとその周りと他の話とのバランスとかはもう完全に野本さん任せっていう状態でした、うんうんうん、野本さんは結構なんだろう演技というかいろいろ言ってくる方なんですか？いや演出、うん、演出そんなになかった気がしてて、で逆になんかそのここのシーンこういう風にしたらどうですかとか、うんうん、こういう風に見せたいと思うんですけど、うんうん、っていう話をすると、うん、あじゃあそれ一回やってみましょうみたいな感じで結構そのなんか意見とか取り入れてもらえて、うんうん、なんか最初にこうそのみんなで作っていきましょうみたいな話があったと思うんですよ。違うんですか？そのこういう風にしたいとか、うん、こういうのはどうですかっていうのがあったら言ってくださいっていう話が多分あって、うんうんなんかそれで結構、うんうんうん、どうしたらいいですかどうしましょうかっていう提案はしてたりしながらでした、ね、で全部やってみましょうあじゃあ結構野本さん聞いてくれるというかあの取り入れてくださる、うん、しかもなんかその悪いって言わないんですよ、まあ、悪いってそんなに言う監督さんがいらっしゃるかどうか分からないんですけどでもそのよかったですで今度こうしてみましょうってずっと笑顔でだからすごいやりやすかったです。基本的に俳優が持っていったものとかをまず、うん、尊重していくって演出じゃつけるというよりはいい具合に導いてくれるみたいな。そうです。いつの間にかうんあいつの間にか手の中でコロコロみたいな。そう、それやっぱり高橋さんも同じような印象ですか？すごいそうなんだ、うんいいのが出るようにしてるんでしょうね、うん、空気作りが最高にうまい、うん、そうです。だから僕とおばあちゃんのとことかやっぱ、うん、
後々やっぱ思うのが、僕とおばあちゃんのその空間とか関係っていうのに、うんうん、やっぱ悪い意味で介入してこないというか、あ、なんか空間にもそうですし、もちろん心の空間にもそうですけど、うん、でもやっぱこのきっとね、わかんないですけど、うん、感情がこうだからこうなんですとか、そういうことを言ってこないっていうことですかね。あんまりないかもしれないです。僕が相手に対して見てる、うん、心で見てることとか目で見てることをとっても大事にしてくれて、うん、でそれは映画としてどう面白くするかとか、うん、シーンの意味とか、うん、うまい具合に、うん、すごいです、本当にすごい。あとあとやっぱりそういった、うん、思いますな。これもまたやっぱりピシッピシッとというかこう全体つながるっていうのもがね、いや難しいんじゃないかなってやっぱ思いますね。透明花火はある種そのまあすごく既視感というか、まあその僕はナンパ塾をやってる人と会ったことのないし、いまいち現実感は最初なかったんですけど、まああるだろうなとはまあどっかで思ってましたけど、まあでもやっぱり純の、最初の嫌だなこいつって思っちゃうキャラクター性というかみたいな人ってたまにいたりするし、まあそのなんか この人とはなんだろうな、まあ、価値観というか、まあ、まあ彼の場合は女性に対してですけど、まあ、すごい嫌だなと思ったし、でもそういう人ってやっぱりどうしてもいたりはしますし、反対におばあちゃんとの、まあ、問題って言ったらあれですけどとの関係を抱えていたりとか、まあ、それが一人の人物の中に両極端 両方ともある人もいたりするし、うん、っていうのだったり、まあ、あとは、清水直哉さんが演じた、はい、まあ、あの女性経験がないことに悩んでいる子、それをちょっと茶化してる、うんうんうん、周りの人とか、まあ、女性のパートでもそうですけど、まあその楓役の安藤さんのやっぱりあの 現状にもがいている姿とかにすごく既視感を覚えて、まあ、自分自身が多分誰でもあるんだろうなとも思ったし、周りにいるしなというのも感じたりしてて、やっぱりある種 その社会の縮図的なものがあの作品には描かれているなと思っていて、まあ、それはそれこ そのやっぱりその物語、小さなエピソードがだん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 連なっていって円になっていって円環を描いていくっていうところがやっぱりその社会の縮図だと思う、ゆえんだと思うんですけど、これは普段からなんだろう、その三浦さん自身が どういうなんだろうな、僕自身がその俗に言うみんなと同じになれないというか、例えばどっか流行り物のビデオ見て面白い、ドラマ見て面白いとか思えないし、なんかテーマパークとか行って楽しいとかは思えないっていうことが結構大きくて、なんかそういう別にそれってそういう人もいるじゃないですか、みんなと一緒じゃないとダメってことでももちろんないし、そういう多数派になれない悲しみみたいなものをちょっとこうずっと書いていきたいなっていうのは思ってるので、多分それが一番大きく、それが野本さんでいうちょっとマイノリティを描きたい、まあどこまでそう一致してるか分かんないですけど、ちょっとそういうそっちの寂しさとか悲しみをやっていきたいなっていうふうに思ってるので、やっぱ登場人物もおのおのみんなと一緒になれないような、じゃあ俗に言うなんだろう、まあ今もうないかもしれないですけど、こう結婚して子供産んでマイホーム持ってみたいな、そういう人たちではないと思うので、そういう感じの人たちをかけていけたらなと思ってるので、多分それが一番の原因かなとは思います。まあ、確かにそれは本当に野本さんの作品はだからそれが何だろう、まあ、今回の群像劇っていう話で、まあ、誰か特定の人物に、はい、だから今回はまあやっぱりみんなにフォーカスが当たってますけど、野本さんの場合作品、これまでの作品は一人にグーってきますね、本当に寄り添う、そうですね、痛いぐらいに、見てて痛くなるぐらいに寄り添っていくっていうのは確かにそうかな。
で今回はやっぱりそこ寄り添いながらも多少ちょっと引いてるっていうところがすごく印象的だったりはしましたね。それは先ほどお話ししてた、まあ、花火っていうところにつながっていくのかもしれないんですけれども、透明花火っていうタイトルすごく印象的なんですけど、これは野本さんがつきましたね。あ、そうなんですね。僕最初はそっと傷つくっていうタイトルだったんですよ。で撮影中もねそっと傷つくっていうことで、一応こう結構日常的に会話してると、まあ、今も多分おのおのあると思うんですけど、ちょっとあれって思ったりとかこう、怒ったりとか口に出すまでもいかないけれども、なんか微妙にちょっとモヤモヤすることとか、こう気づかれないで傷つくことっていっぱいあると思うんですよ、はい、でそれを言う人たちの話だなと思ってそっと傷つくにしたんですけど、編集が終わった段階で透明花火にしたいと言われまして、ちょっとそっと傷つくはテーマ性が強すぎるからって言われて、ね、最初はちょっとうんって思ったんですけど、やっぱ愛着があったんでそっと傷つくに、まあ、でも今考えると透明花火っていうタイトルで良かったなっていうふうには思えてるんですけれども、いや、まあ、言葉としてやっぱりすごくインパクトもあるし、ね、残るし、なんかやっぱり不思議な要因、あの作品を見た後にまた反芻してしまうタイトルだなってのは思いましたけど、お二人はその撮影を経てタイトルが変わった時ってなんかどんな印象でした？おシンプルでいいなって、あ、シンプルで分かりやすい、それも一つありますね、はい、四字熟語みたいな、かわいいなって思いました。おっと思いました。あ、でもあどっちもいいと思ったんですよ、そっと傷つくも私の中でも結構気に入ってましたし、でもそのやっぱ日本人って四字熟語に惹かれる部分あると思うんですよね。そうだからすごいいいタイトルだなと思いました。綺麗だし。でも今そのそっと傷つくって初めて聞きましたけど、はい、そっと傷つくっていうのを聞いた後に思い返してみると陽子の役どころがまたちょっとグッて浮かび上がってきたりとか、やっぱりだって彼女は彼女で傷ついていますよね、その嘘をつかれていたというか、あの友達だと思ってた人に本音で向き合ってもらえていなかった、まあ楓の場合は隠してたっていうことではありますけど、そうですね、なんか楓から嘘つかれたことに傷ついてるっていうよりかは、その楓が傷ついてることに気づかなかったことに傷ついてるって方が近いかもしれないですね。でも野本さんの作品とかって短編のこれまでの作品とちょっとなんか詩的なタイトルというか、タイトルうまいですよね、やっぱり、なんかちゃんとこうなんだろう、テーマとがっつり、もうそのタイトルしかないなっていうようなタイトルになってると思うんで、なんかその中で透明花火ってなんかちょっとドンドンとこう来た感じがして、あ、そうですね、ちょっとやっぱり違うなっていうのがあって、でも野本さんの案なんですね。そうですね、まあ、今回やっぱあの最後純が、まああのこの作品って、まあ、それぞれにの人たちに対してやっぱちょっと嫌だなって思ったりする瞬間っていうのはどうしてもどこかで、まあそれはちょっと強い言葉だったりとか態度だったり、まあ嘘をついていたりだったりとかするんですけれども、けれども誰のことも決して断罪するわけではないし、誰に対してもやっぱあったかい眼差しを向けている感じがあって、ただやっぱりでも最後に順は順で痛い思いはしてしまうっていうのはまああると思うんですけど、この辺とかももう脚本の段階でって感じですか、演出で変わっていったりとかもありますか？脚本の段階で、まあ、ある程度ひどいことは知ってる部分もあるので、何かしら罰は受けなきゃいけないなとは思ってたんで、まあそこの罰の程度問題は難しいところではあったんですけれども、本当は最初の脚本ではちょっともうちょっといろいろとひどいことをしてたので、もうちょっと罰があったりとかもあったんですけど、ちょっといろいろ進めていくうちに話が変わってきて、ちなみにどれぐらいひどいことをやっていたんでしょうか。彼は気になります、ね、使えるか分かんないですけど、でもそのナンパ塾で女性の裸を取ったりとかしてたのをもっと見せてたみたいな形のことを今柔らかく言ってますけど、でもそこまでするとちょっとそれをすることによって、
稼いでたってことなんですか。稼いでたっていうよりも見せてた、稼いではいないな、うん、もっと見せびらかしてたみたいな感じです。ああ、じゃあそうなると人間性全然違いますよね。そうそう、なぜそれをやってたのかってなると、そう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 、結構話が変わってた。そう、だそこまでやっちゃうとそれこそバランス的にちょっと、ちょっと行き過ぎかなっていう風な判断もありって形ですかね。キャラもどんどんもうちょっとこうおばあちゃんと仲良くなっていく風な話がメインになっていったんで、そこまで悪いやつにしなくてもいいよねっていう形にはなったような、ちょっと今僕も思い出しながら話してるんで、確かこんな感じだったと思います。確かにそこまでいっちゃうと描ききれないかもしれないですね。純が最後またそうちょっと最後戻ってこれなくなっちゃうなっていうのを遠くに気づきちゃう。そうそうそう、お二人はその現場での共演者の方とのコミュニケーションとかってどうでした？なんかそのまあ軽くリハはしたっていうことでしたけど、なんかそのやり取りについて話し合ったりとか決めたりとかっていうよりはもう本当に生の感覚でセリフを覚えていってやったって感じですか？で、待ち時間はもう2人でなんかノリノリで話すくらいのそうかそうか、なんか、まあ、向こうもどういうお芝居をするかどういうものを持ってくるのかっていうのは分からない状態で、まあ、テスト行きますってやった時に、あ、こんな感じで来るんだっていう、そこで知るっていう感じです。打ち合わせの話も してなかったので、そういう作品の話は単純にスケジュール的にお二人に関してはちょっと来ていきなりみたいな、多分そんなもう仲良くなれる時間とも本当なかったと思うんです。そうですね、つまりそうそうそう、あれでもそれってなんかあの2人がバッタリ道端で再会して、ちょっとよそよそしい感じっていうのは、逆にね、高橋さんの方は清水さんなり桜井さんとちょっとわちゃわちゃしてる、わちゃわちゃパートはもうめっちゃわちゃわちゃしてる、もう待ち時間とかもすっごいわちゃわちゃしてます。すっごいコミュニケーション、これまでにお二人とは交流あったんですか？いや、初めてでしたね。清水さん、桜井さんはちょっとあったかな。8時間はずっと話して、 それをそのまま映画に持っていく、そのまま別の関係性で映画で反映させるみたいな感じでした。お家でのシーンとかはどうでした？お家の時は多分東野さんとかみたいな感じで現場で、あ、そうですね、百本さんと、ね、その場でおばあちゃん役の、どうなるか。でも結構長く一緒に入れたからある程度話はできましたよね、多分。そうですね、空間やっぱそこ、そか、僕らが住んでる空間なんで、それをすごく大事にしたくて、二人で待ってる間とかこう、こたつがあった、こたつでお茶飲みながら、すごいあれリアルな生活感のある部屋ですけど、どうやって準備された？あれも野本さんのおばあちゃん家で撮影した、そうなんですね、素敵な部屋でした。そうです、もうまんま使ってます。あ、そうなんですね。あと すごく気になったのは、まあ、今回って本当に物語がストーリーラインがいくつも工作するのでポン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 変わってって、本当に飽きずにというかぐっと集中して見れたんですけど、あの音楽が少ないですよね、そんなに使ってないですよね、で使ってるシーンがあっても、なんだろう、あまりメロディアスではないというか、音数が少ないっていうんですかね、ちょっとある種のシンプルな音楽というか、なんだろうな、いろんな楽器を使って流し、あの作ってる音楽ではなくて、ちょっと単調なというか、音楽はどういう感じで決めていったんですか？音楽はもともと僕が個人的に緑川書房さんっていう歌手の方がすごい好きで、その人にちょっとお願いしたっていう形で、ただ僕ちょっと音楽あんまり詳しくないので、野本さんが、まあ、もちろん一緒にやったんですけど、どっちかっていうと野本さんがちょっと音楽の方が僕よりは知ってたので、なんか指示をしてたって形ですかね。ただまあそんなにわちゃわちゃした感じじゃなくて、結構静かな感じの曲がいいなとは思ってたので、すごい印象的なシーンでぐーっと流れてきて、で僕一個思ったのは、すごいあの花火が上がるシーンに、まあそのシンプルな音楽の中でも結構エモめの曲がぐわーっと流れるじゃないですか。で、あれをみんなが眺めている、でなんかその曲が一つ感じたのが、その本当は歌詞がついてそうな曲、なんだろう、だからカラオケで
誰かが歌うために流れてきた曲なのに、でも誰も歌わないみたいな、ちょっと伝わります、はいはい、それがなんかすごくあの、まあ、勝手な解釈ですけど、あの明け方のカラオケボックス、もう飲んでみんな疲れて、いろいろ楽しい時間だったりちょっと嫌な思いをしたりもして、明け方でなんで曲だけが流れているあの切なさで、それがなんかちょっとすごくある種、まあ、曲解というかあれなんですけど、夜明けみたいな感じでみんなのまた次につながっていくみたいな、そういうポジティブというか勝手な解釈をしてグッときたんですけど、なんか多分それは、うん、まあ、この映画どうこうってよりも音楽作ってくれた緑川さんがもともと歌い手の人なので、普段曲だけじゃなくて歌も一緒に作ってる人なので、ちょっとそういう形になったのかなと、それがいい意味でこう、いい意味でそういう歌のない感じの曲になったのかなとは今聞いて思いましたけどね。もともと詩を入れてたわけではなく、ではないです。ラストの本当のエンディングテーマだけはもともと詩のある歌なんですけれども、それ以外はこれのために作ってもらったんで、勝手な解釈をするのが好きなので、そういうのも楽しみですからね、映画を見たら。最後に、はい、まあ、今公開中なので、一言ずついただければなと思うんですけれども、はい、まずでは高橋さんの方から。この映画はどこにでもいる人、いそうな人とかを切り取ってる映画だと思って、いろんな人になんかいろいろ感じてもらえると思うので、ぜひ劇場でお待ちしております。よろしくお願いします。結論から言うと、人に優しくなれる映画だと思ってます。この透明花火がやっぱそのすれ違う人、普段はその景色の一部に感じてる人にも人生があって、その思考があって価値観があってっていう、そういうその人の根の部分というか、まあ、人生があることとか、なんかそういうのを考えることで結構人って相手に対する接し方って変わると思ってて、やっぱ表面上でしか見ないじゃないですか。そのこういう行動をする人、なんか楽しそうな人、苦労してなさそうな人って見える人もいるかもしれないですし、まあそういう人たちでも、そういうもしかしたらそういう苦労してるかもしれないっていう考えるきっかけになる映画ではないかなと思います。ぜひご覧ください。映画見ていただいて面白かったっていうのももちろん大事なことだと思うんですけれども、ちょっと自分と同じように悩んでるのは、こういうことで悩んでるのは自分だけじゃないんだっていう風に、ちょっと登場人物と自分の気持ちを重ねることができるようなシーンがいくつかあると思うので、ちょっと心の拠り所として、逃げ場として見ていただけると嬉しいなと思います、ね、作品の中に皆さん、観客の皆さんがそれぞれ自分自身を見つけられる作品じゃないかなと僕もすごく思います、はい、では本日はここまでです。今回のカズベンシネマクラブのゲストは、野本梢監督作、透明花火より三浦健太郎さん、高橋祐介さん、東野瑞希さんの3名でした。ありがとうございました。ありがとうございました。